おはようございます。現場の牛尾です。ワルハンチャンネル愛知のスピンオフ企画です。抽選受けれなかったんだよね。小牧インターがもう空前の大渋滞。なんだね、俺日によって混み具合が全然違くて、まあ抽選間に合わなかったのは初めてなんですけど、ビット位置動かなくてね。ただね、そうかと思えば日によってはもう車1台も取ってないみたいな日とかもあったりとかで、まあ なんか平日は基本的には混むんだけど、村っ気がありすぎてね、いつもの時間出たら抽選間に合わずということで、まあ、200人ぐらいいたのかな抽選で。で一般と合わせて、僕は一般入場だったんですけど、250、450ぐらいかな。でじゃあまあ今日、まあ、主要なとこは難しいだろうと思ったら、うっかり椅子空いてました。プレハナがね、なんて言うんだろう、パチンコ側の、まあ言ったらメインのボックスの他に、グレーキン鳳凰のボックスを挟んだ裏にこの一島あるんですよ、ずらっと。そっちだったらひょっこり開いてたりするんじゃないかと思ったら開いてました、残り2台、で打ち始めてみましたら、のっけ261ゲーム、まあ微妙だよねスタートとしてはね。でただその後一応、95ゲーム化けで、今ボーナス後34ゲームという状況です。明るいニュースとしてはね、最初のビッグ中にスイカが2回、あと化けのランプが赤でした。まあまあ順繰りやっていこう。僕の中でまあ丸半小牧でねえ、花ましてやプレ花取れたら、もう大取れた時点で結構な勢いでね、勝ちが転がり込んでくるもんだと信じきちゃってるんだけど、139赤からの赤、これたまにする話なんですけど、例えば皆さん超一流のスポーツ選手になれるとしたら何のスポーツがいいですか？まあっていうことを聞くと、大体まあ皆さんねというか僕の周りの人たちの多くはね、野球とかやっぱサッカーとかね、まあそのメジャーのやっぱ王道スポーツをやっぱこう言ってくるんだけど、不正解です。それは違います。まずまあ超一流だからね、オリンピックだったら金メダル取れるような選手よ。じゃあもう上げます金メダルこの際、ってなったら俺やっぱ個人種目でいいと思うんだよね。場合によったら自分で、まあ、金メダル上げますって言ったかな。でもじゃあ金メダル上げます一回引っ込めるけど、自分世界一のプレイヤーでも周り今一つだったら金メダル取れないじゃない。なんでやっぱそこはもう自分の力だけで優勝できるスポーツの方がいいと思うんだよね。でこの際ね、要は世界一とかになっちゃうような状況だったら多分ね、何やっても儲かるのよ、ほぼ、まあ、あまりにもね市場がちっちゃいスポーツはどうかと思うけど、まあ、マイナースポーツでもそれなりに認知度があるものであれば、てかまあだからオリンピックの種目になってるようなものとかであれば、まあもうオリンピックで金も取ったらよっぽどやらかさない限り基本的にはまあ大丈夫だと思うんだよね、金銭面で言ったら。まあそれはまあスポーツによってね収入格差っていうのは当然あるんだけど、まあある程度メジャーなスポーツで世界一、そうだね、であれば。でじゃあどうするって話になるんだけど、個人種目、僕は個人種目がおすすめなんだよな。でじゃあの中でも何って言われたら何だと思います？これが僕的にはね答えなんじゃないかなと思うけどね、ちょっともったいぶりますけど、
正解は 100m 走。なぜなら、なぜならおそらく未来永劫日本人が世界一になることないんだよね。まあ骨格とか体格のやっぱね違いってあれだけど、欧米とかさの人たちにはやっぱかなわないじゃない。欧米とかアフリカとかねっていうところで、じゃあもう 100m で世界記録出しました日本人ですってなった瞬間に、多分とてつもないことが巻き起こるのよ。例えばさ、バスケのさマイケル・ジョーダンがさ、エア・ジョーダンね、ナイキとやり続けてるじゃない。例えばあれのインセンティブ、ロイヤリティとかがもうひたすら入り続けるわけでしょ。まあ、現役中、まあまあもちろんだけど引退してからもね。でもうそのバスケットボール界 の、 まあその神と崇められて、もう未来へ影響力が薄れることはないと思うんだよね、生きてるうちは。これもし日本人で陸上男子、男子でも女子でもいいけど 100m で世界記録出しの金メダルってなったら、もう世界的どころじゃない英雄になれるよ。例えば想像してみてください。じゃあ僕みたいなもんがね、仮にいいよ、仮にの話ですよ、この身なりでね、じゃあウサインボルトに2メートルぐらい差つけてさ、ぶっちぎりで金メダルとかみたいなことになったらさ、もう大変でしょ。もう多分ハリウッド映画にも出れるよ。でももうそう、まあお金のことはまあこの際心配して、まあ、心配する人は全くないんだけども、そこまでいっちゃうような人だったら、でしかもそのものすごく歴史に名を刻めると思うんだよね。っていうところで正解は 100m 走だと思うんですが、いかがでしょう。まあ、日本人っていう、うん、立場を考えるとなおのことそう思うんだけど、これ答えなんじゃないのかな。もっといいのある？ねえ、なんかゴルフ選手とか言われたことがあって、まあわかるよ言わんとしてることは。ただ選手寿命が長いとかさ、ね、それなりに、まあ、テニスとかもそうだけど、あテニスはそんな選手寿命長くないか。まあほら市場がそれなりに潤ってて潤沢で、まあ、収入のこととかね考えるといいんじゃないかみたいなこと言うけど、いや世界一になったらもうね、お金のことそんな気にする必要ないと思うんだよね。スポンサー料とか CM とかさ、賞金以外の部分での収入がの方が多分大きくなるから、ね、そんな、ね、身も蓋もないことを考えててもしょうがないんでね、発する頑張りますけど、正解は 100m ってことにしといてください。でもあれ不思議なもんでさ、なんだろう、陸上って普段、まあ、言ったらまあエンターテインメント性がそんなにないからだと思うんだけど、言うほどっていうか、まあ普段ね注目されてないじゃない普段。なんだけどオリンピックになった途端花形になって 100m 走とかもなんだったらね一番注目されたりするんだよね。あれ不思議だよね。やっぱまあスポーツって単純であればあるほどね、見てて面白くはないじゃない、単純ゆえに。まあまあやってるからそれはね、それは単純じゃないっていうことになるんだろうけど、まあ言っても走ってるだけだからね、見てる方はそんなにね面白くないというか、いいよ3ことなんで、ね、日常的に目にはしないんだけど、オリンピックとかになったらもうすごいもんね。だから 100m 走、ね、友達とか周りの人にちょっと聞いてみてください、何がいいって。大体野球かサッカーっていうから、バスケとかもいるかな、バスケ、テニスで、まあバスケ、テニス、ゴルフぐらいで、まあほぼね決まっちゃいますから、違うぜって、うん、100m 走だよって言っててください。ビッグ3のスイカさんだね。いや持ち直しました、持ち直したというか、うん、プラスになった。
864枚だから、ああ、まあまあ400枚ちょいプラスだな。いいです、いいです。はいはいはい、73ビッグで追加1回追加で、ビッグでビッグ4で追加1だね。あ、ごめんごめん、ビッグ4で追加4だから、ビッグ1回につき1回引いてる。はあはあはあ、朝立ち上がり261ハマって、まあ、そこから順調なんだよね。95、139、70、8、3、73で、今188だから、ここまあ200超えるのか思うけどさ、花々の4ってなんかいい設定よね。ジャグラーの4はね、正直、うん、しんどいなと。もうほんとその時の出来次第だなと思うけど、花の4はね、まあそれは苦戦するよ。終日通して楽な展開になるみたいなことはめったにないんだけど、でもまあ粘ってればなんとかなるし、で場合によってはそれなりに様に残るし、あとなんか打ってて悪い気がしない。214、あ、今の追加ね、これでビッグ5の5、いいよ、これでビッグ5の追加6。ただ高設定域の中でも56ってなると、例えば6だったらマイジャグとかさ、なんかあの各機種ともなんだろう、上高設定に関して言うと持ち味がちょっと違うんだよね。まあ花の6もいいけど、6だけで比べたら、うん、どっちでも打てるって状況になったらマイジャグなのかな、並んでたらね。どうにかなる気がするのは1だったらどうだろう、1だったらジャグラーなのかな。まあ難しいとこだけどね。スイカ7回だもんな、6の2で7回、6の2でからビッグ6でスイカ7、合算が121分の1、まあ974ゲームだから、まあそうね、化けがねもう一つぐらい欲しいとこだけど、いやでもいいです、いいです。いやでもなんだろう、あるあるですよね。朝遅刻して抽選受けれずで一般で入って、まあ空いてねえだろうなと思ったらうっかり取れちゃってっていうね。おー、ほほほ、いいね、ブルッタ、あ、お、珍しいリプレイ同調戦で先ブル、箱だな、もう一回ブルんだ、はい、ありがとう、いいよ、1500枚オーバー、最高です。うん、青、持ち玉1561枚、よし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 、15、これビッグしか引かないやつだろ、違うね、いや、オッケーオッケー、全然オッケー、赤赤からの赤、赤さんで、うん、お仕事終了宣言、牛尾さん廃止1時間半ぐらいだなの段階でもうお仕事終了。ドア玉ね、初ボーナスまでに9000円使ったけどね、そこだけだね。いいよ、すごくいい、72、はい、上がってきた、化けも赤赤赤からの緑、いい、6かな、1093ゲームで
7の4 99分の1、ビッグ中の、ね、スイカもビッグ7回に対して8回、化けのランプ緑1の赤3、完璧じゃない。いや ここまでね、あまただったここまで、あアメージングチャンス、ここまで完璧なことってあるようでないよ。でビッグなんだな。有吉君箱いいかな、完璧すぎる。お、もう2000枚乗ったから、乗ったか、あちょうどか、ちょうど乗ったな。まあまあ1996枚ってなってんだけどね、まあまあ、 あの買った分のコインがあるから。昨日一昨日とねジャグラーで、ね、当たり取れないで苦労したんだけど、今日の日のための助走だったってことかな、あれは。要は布石だな。まあぼちぼち折り返しなんだけどね、うっかり4000みたいなことなんないかな。どうもね最近後ろ TV 的にはね、あのもろげにねマイジャグでね5000枚出されたじゃないですか、まあ、出されたって言い方もおかしいんだけど出したじゃないですか、あいつ。あれにちょっと感化されてるとこがあるんだよな。今年もまあ3000はあるけど、まあ、4000はないし、5000は後ろ TV 的にはジャグラハナでね、過去1回もやってないしね。だから半日ものの 4,5 時間の実践で5000枚っていうのが、ね、どれだけ難しいかっていうことなんですよ。宝くじ当たるようなもんだと思うよ。まず大前提としてまあやっぱ、うん、5,6 っていうか、まあ、6でもじゃあ出んのかってやったら、ね、出ないじゃない、そんなの。ただまあ大前提としてまあ高設定、まあむしろ6、まずそれを掴んで、その上でさらに奇跡を起こさなきゃいけないわけだからね。大事故、毎日毎日6を出るんだったら俺はどっかでねやられると思うけど、まず最初のそのハードルを超えるのが大変じゃない。てかそこがむしろ一番難しいじゃないっていうね話なんだけど、ね、長年続けて続けて、いやそれは僕だってねこんだけやってますからね、ジャグラー花花強い店でやらせてもらってますから、花花シリーズ、ジャグラーシリーズのね6なんで、それはもう自慢じゃないけど結構な回数打ってるわけですよ。なんだけどね、やっぱその5000枚の頂きってとこには 4,5 時間のこの枠組みの中だと、ね、届いたことがないというね。タレスプラス知ってますか。はい、今回で4回目の紹介になります。まあもう過去3回のご紹介で、まあ、僕のそうですねタレスプラスに対する思いというのは概ね伝わってるんじゃないかと思いますが、一応最後にですね総括としまして、タレスプラスのここがいいよっていうのをね、まあ、実際のスペックなんで、もう別にあの僕の思いとかっていうよりはあるがままのタレスプラスをご紹介したまでなんですけども、使い始めてだから、1ヶ月ちょっと経つのかな、馴染んできました。こういうアイテムってやっぱりそのなんだろうな、使い始めてから多少時間いると思うんですよね。僕もだから最初遡れば紙タバコから電子タバコになった時にやっぱまあ3日間4日間ぐらい僕は早かったんですけど、移行がね、で紙タバコスパーンってあのから電子タバコに切り替えられたんですけど、まあ、その電子タバコでもまあいろんな種類のものがあるじゃないですか。でまあいろいろ吸ってきた中で、まあ低温電子タバコに対して前向きな印象を持ったのはこれ初めてで、いや、これはね長いお付き合いになると、長いお付き合いになるというかもうやめる気がないので非常にいいなと思います。まあざっくりおさらいすると、まずやっぱその低温電子タバコらしからぬ
ね、このパンチ力、うん、まあ、見た目もいいし衛生的だし掃除もいらないし、でこれね、であともう一個、あのコスパがいいっていう話もね前回しましたけど、あとねもう一個ね、これ結構かなりポイント高いんじゃないかと思うんですけど、タバコ吸わない人にいよいよ嫌がられない、うん、あのそれこそアイコスとかでもなんやかんや、あの吸わない人からするとやっぱ匂いちょっと気になるよねとかっていう人いるんですけど、タワレスプラスはね、もうこれなし、うちの奥さんとか、まあ、一切タバコ吸わないんですけど、ほら車の中とかで僕吸っちゃうじゃないですか、の時に何も言わないんですね、あこれだったらいいよみたいな感じなんで、まあ、モロゲも言ってましたけど、そこがねかなりポイント高いんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろんおかげさまで部屋に匂いとかもつかないですし、案外ねだからっていう意味では場所と人を本当に選ばない電子タバコなんだなという印象でございまして、おかげさまであの肩身を狭い思いを最近しなくて済むようになりましたんで、そういった意味でもですね今後ともね、あのお世話になりたいという感じでございます。いやあのお仕事でですねこの紹介のお話いただいたんですけども、こんなにハマると思いませんでした。であの動画を見てご購入いただいたという方が結構何人も実はいらっしゃって、そういった方からツイッターのメッセージ等々で使ってみたらすごいいいですという意見もいただいてまして、まあまあね、皆さんおのおの好みのもの吸ってると思うんですけども、ぜひね視野に入れていただきたい。概要欄にタレスプラスのホームページのリンクが貼ってあるということなんですけども、そちらからご購入いただけると500円オフになるというキーワードを入れていただければ500円オフになるということなんで、興味ある方はぜひこの機会にですねお買い求めいただけるとよろしいんじゃないかと思います。ということでタレスプラスの紹介では全4編になりましたけども、これにて投了という感じでございます。ぜひタレスプラス皆さん試してみてください。うしょうでした。いやーすげーの食らってんな、まあ、すげーのってまあもっとすごいのも食らったことあるんだけど、ランプが青に緑1で赤5、142、またか、まあ、あの734ゲームハマりの後は、まあ、コンスタントに当たってはいるんだけど、いかんせんビッグ5引かなくなってしまったというね。よしよしよし、3号頼む頼む、あはは、違うんだよな、初黄色、8の10になっちゃってんな、8の10で136分の1、いやいいんだけどね、優等生感が前面に出てるいい台なんだけどね。ただよちょっといい加減ビッグなんとかなんないかこれ。まあある意味考えようによってはね、このビッグカーハマリを持ち玉でましてやこれだけレギュラーが引けてる状況でやられてるから、まあ助かってるっていう見方もまあ、うん、あるにはあるけど、よし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 、今6連続レギュラー中だぞ、はい、7、あまあ、まあ、ぶっちゃけ増えちゃってんだけどね、これいやでもこの今のバケレンダがね、これビッグだったら全然 OK なとこまで戻って、まあ、下手したらあの734ハマり後のボーナスがね、え全部バケじゃなくて全部ビッグだったらとっくにピーク超えてんだけどね。67、いやー遠かった、
まあただ間負けを7回引かせてもらえたおかげでね、致命的なハマりになりませんでしたよ。だからまだピーク目指せるからね、十分ピーク5位も目指せるから。どうやってもビッグを連チャンさせなきゃいけないところなんだけど、あんま気負うとまあ本当いいことないからね。スーンってやろう、スーンって。ああ、これ当たった。待って、ちなみにだけどさっきのはビッグカンでトータルいくつまでいったんだ。ああ、ビッグカン1432ゲームでした。ああ、まあまあまあ179ね。よし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 、これでちょい復活なら63、ちょい復活かまあまあ復活。まあ結果そこまで大きく削られたことにはまあなりませんでしたというね話なんだけど、あの2000枚持ってる時にじゃあね、目指してた枚数っていうのがあるじゃない。ああ、まあ、3000はいけるだろうみたいなねテンションで打ってたわけだから、あ、まあって考えるとね物足りないんだけどね。結局ビッグ11の追加8だね。いや、まあ飲まれた分の半分返ってきたかなっていうぐらいかな。しかしまあ後ろ髪引かれる台だなこれ。最後117ゲームやめ終了。まあ良かったです。はい、実際ありました。投資がね9000円、47枚貸しの9000円で423枚で1239枚流しましたんで、結果プラス816枚。いや全然いいんですよ、全然上等なんですけど、いやっぱりね、まあ、よくあることなんだけど、こういってこう削られて、うん、その出た分キープしてフィニッシュっていうね、ありがちな勝ちパターンなんですが、もう今日足りない部分が全部ないっていうね、本当に近年まれに見るとまでは言いませんが、大体なんか足らないじゃない。でビッグは引くけどバケがついてこないとか、その逆もまたしかりであるとか、あるいはボーナス中の子役が悪いであるとかっていうのが大体つきもんなんですけど、今日に関して言うと全部良かったんで、あのハマり一発ですよね。でまあ結局でもただビッグカンで1400ちょいまでいっちゃったんで、まあただそのそんだけビッグカンハマってもまあ結果ものの本当ね4時間程度の実践でまあ800枚浮いたと思えばまあいいんですけど、うんね、ちょっとあんまりスタートが良すぎるとね期待の方が大きくなっちゃうんでね、それなりの結果で着した時にね、若干悔いが残るという典型的なパターンでございます。ただおかげさまでやっぱ案の定ねマルファン小巻いいんですよ、負けないんですね、はい、なんでまあもう積み重なってきてるんで、やっぱグロスでねそのトータルでやっぱ物を考えなきゃいけませんから、っていう意味では、うん、経過進捗状況非常に良好だという感じです。またすぐすぐ実はね明日お邪魔するんで、今日出し切れなかった分はねぜひ明日取り戻したいと、飲まれた分は明日回収したいと思います。またお会いしましょう。さよなら。